はい、こんにちは。こんばんは。竹ラジじの怖い話の回ということになります。今回で第4回目と、ね、なります。はい、あの、まあ、怖い話にね、好きな方からはちょこちょこと反響をいただいているわけなんですが、まあ、あの、このうちのね、この競馬のチャンネルがメインですが、はい、あの、競馬の話の合間にですね、こうやって、まあ、怖い話であったりさせていただいておりますので、まあ、あの、怖い話が好きな方はぜひね、今日も聞いていってくれたら嬉しいなと思います。 でまあ、今回なんですけどね、その怖い話というより、ちょっとまあ完全なる不思議体験という感じになるんですね。で今でも本当何だったのかわからない話で、うーんまあ、20年ぐらい前ですかね、まあ、当時、えー、付き合っていた彼女をですね、まあ、夜中に、えー、お家に送っていった時の話なんですけど、 あそこがなかなか大きなお家でですね、えまあ玄関の横に大きい窓があって、はい。で、そこが仏間だったんですけど、まあ外から見えるんですよ。うん。で、そこの、まあ、あの、お庭なんですけどね、広いお庭があって、そこに車止めて降りたら、まあその仏壇の前にね、大柄なおじいさん、本当に体のごついおじいさんがね、座ってるのが見えたんですよ。で、ああ、大工のおじいさんかと。 うん、まあ事前にね、おじいさんが大工さんっていう話を聞いていたので、それはね、特に何も思わなかったんですよ。それで、えーまあ、玄関の前にね、ついて、で、まあ、少し立ち話をしていたんですよ。うん、でその時にですね、まあ、急にね、車のライトが30メートルぐらい前ですかね、に見えたんですね。で まあこのお家なんですけど、まあ、細い道に入ってですね、あの大通りというか、まああのひまあ、大きな道ではないんですけど、はい、あの普通の道からあの舗装されてないような、ね、細い道に入ってで、ずっと坂道になっていて、うんでまあ、その両脇に、ねまあ、お家があってで、そのお家に行くにはもっと細い道を、まあ、枝のようなところを、ね、車で入っていって広い庭に入るという感じの場所で、まあ、田舎に、ね、多いんですけど、まあ、そこ田舎だったんでねで、夜も真っ暗なんですよ。 なので、まあ、車が来るとライトの明かりがね、結構遠くからわかるという場所だったんですけど、で、まあ、この家ってその坂道の一番手前にあるお家なんですよ。で、あの、まあ、よくライトも見えるんですが、まあ、夜中なのでね、そのもご家族皆さん、あの、お家で寝られているとで。特に田舎ですし、夜も早いということもあって、で、その家に来る車っていうのはな、ないはず、うん、なんですよね。で、えー、まあ、車のライト。 まあそれがね、10秒も経たない間にね、坂を登って、まあ目の前通り過ぎていくだろうなと、ライトの光が。と思ってたんですけど、ライトはね、ずっとね、近くに来て同じ位置にポンってあるんですね。見えてるんですよ。で、あれなんだろうなと。そんなことをね、話していたときにですね、ドド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 っていう音で、突然まあ4、5人ぐらいの足音ですよね。人間が走って駆け上がってくる足音。 それと、そのライトにライトが見えてますから、そのライトをね横切るような影ですね。はい、ライトに対して影がね、人影がバババババってたくさん見えたんですよ。で、うわっと思って、まあ、強盗とかそういうまあ変なやばいやつらかなと思ってで、逃げなきゃと思ってですね、大慌てでまあその家に入って、玄関先にいましたから、鍵を閉めたんですよ。で、まあ、一呼吸を置くとですね、外の足音はまあピタリと止まったんですね。 ってことは、まあ、庭にいるのかな、と思ったんです。で、まあ、覗き穴があるドアじゃなかったこともありますし、あの、横のガラガラガラっていうドアなんでね。で、まあ、あったとしても、外が真っ暗なんで、確認することがちょっとできないと。うん。で、まあ、耳を澄ましても音はしない。ということは、ひっそり隠れている可能性があるな、と思いまして。で、まあ、玄関にあったらちょっとゴルフクラブをお借りしてですね、僕が恐る恐る玄関から出て、まあ、外を見ると、 真っ暗なんですけど、誰もいないなっていうことはね、気配で分かったんですよ。やっぱ4、5人もね、いれば、まああの、目も慣れてきますしね、えー、何かしら、えっ、ー、と、気配を感じるだろうと、うん。ただ僕のちょっと離れた車の周辺に隠れている可能性も十分にあるということで、まあゴルフクラブを構えて歩いていってですね、うん、もう一発入れてやると。それがね、気持ちで近づいてって。 でもね、そこでちょっと気がついたんですけど、さっきのね、その不審なその車の影、影じゃなくて光ですね。車の光がない。なくなってるんですよ。じゃあ逃げたのかなと。でも考えてみると、夜中の田舎ですよ。うん。んで、息を潜めていたのに、車のエンジン音なんて一切聞こえていないんですねえ。そもそも考えてみると、僕は最初の時点で、その光は見てるんですけど、車の音を聞いていないんですよ。 じゃあ、それはそもそも車だったのか走ってきたのはそもそも人間だったのかで、まあ、その後ね、一人でまあ、暗い中央道をね、高速道路を走るのは非常に怖かったんですけど、で、まあ,あ、の怖いんでね、音楽を爆音で鳴らしてね、はい、あの、XJAPAN の曲を爆音で鳴らして、まあ、気を紛らわしてね、走っていたんですけど、まあ、中央道真っ,暗真っ暗なんですけど、まあ、そんな中ね、 道中でね目の前をあのまあ狐のようなね動物が高速道路でこう横切ったんですよでわーっと思ったんですけどまあ何度か経験したことがあるので、はい、その時はもう危ないなと思ったぐらいだったんですけどそれから帰宅するまでにね4回もその狐とそっくりな生き物が同じ角度から同じように同じ距離感で目の前を横切っていったんです で、まあ、もしかすると、その、狐にね、化かされたっていうことだったのかもしれないな、なんて思いました。で、まあ、家に帰ってね、まあ、その子に電話をして、まあ、大丈夫かと、うん。そっちは大丈夫かと。うん、まあ、こっちは大丈夫だというようなね、会話をしたんですよ。で、まあ、そんなことからね、まあ、あの、その、その件が何だったんだろうっていう話なんかを電話してまして、で、まあ、徐々にその話の、 しながらね気持ちも落ち,落ち着いてきた時にちょっとね思い出したことがあってそういえば今日あのおじいさんが仏壇の前に座ってたけどあれはあれが大工のおじいさんなのってえ、今入院中で家にいないけどえ、でもあれ親父さんじゃなかったよ全然え、どんな人大柄でね髪の毛が全くなかったんだけど全然知らないけどそんな人まあこのおじいさん謎の人影 足音、光、そしてまあ何度も横切った狐。まあ、関連性はわからないんですけど、まあ、全てが狐に化かされたっていうことなら一番納得できるのですが、うん、それにしても不思議な夜でした。 はいということで、まあそんな感じのね、不思議な経験が、まあこれが、うん、若い時、まあ20年ぐらい前の話なんですけど、まあいろんなことがね、入り組んじゃってて、関連性がわからないんですけど、まあ4回狐がね、目の前通るだけでもちょっとビビるんですけどね、<laughs> うんあ、その最初に見たね、その仏間のおじいさんも全然知らない、そんな人知らないっていうことでしたし、やっぱでもその謎の人影と、うん、足音っていうのは非常にやっぱ怖かったですね。やっぱ自分たちの方に向かって坂を駆け上がってくる足音が夜中に、 影だけ見えるっていうのは非常に怖い経験ででしたねでやっぱそれがうんまあ跡形もなく消えているということもがね非常にやっぱすごい未だにその鮮明に覚えていますしやっぱりでもねそれが人だったら人だったらで今度怖いんですよねやっぱりそのうんまあ僕で言うとねやっぱ名古屋に住んでるんでねやっぱ名古屋のあのまあ もうその僕のはその記憶にそのニュースとか残ってないですけどあのアベック殺人事件っていうものがねあったじゃないですか非常には大きいね社会的にも取り上げられる大きい事件があったりとかもしてそういうことはねやっぱちっちゃい頃から、まあうん、あのやっぱ頭にあったりするのでそういうこともね怖いなって当時は思ったんですけど結局ね未だにやっぱその解決っていうのはこれが何が何だったのかっていうことはわからないんですけど まあこういうね不思議なことがやっぱ関連してリンクして起こっていくっていうところででもやっぱ最終的に狐が出てきたからやっぱ狐に馬鹿されるっていうことなのかなという感じもしましたねうちのおばあちゃんとかにちっちゃい頃の話とか聞くとやっぱりその,あの、まあ、不思議なことがね家とかであってでふと見るとねその、まあ、外に狐がいたなんて話は聞きますしあと山の中にね狐が狐の嫁入りかなんだか,分かれ忘れましたけどこう 山の中に火がね、ポッポッポッポ,ッポッってついてくっていうの、あれはなんか狐がね、なんかしてるなんていう話を聞いたこともありますし、うん、まあその狐にね、そういう能力が本当にあるかはわかりませんけど、僕はこの時の件に関しては狐に化かされたと。うん 人生で唯一狐に化かされた経験なんじゃないのかなと思って、はい、自分の中ではちょっと今はね、思うようにしていたりするわけなんですが、まあ今回はね、えー、こういうちょっと僕の、えー、またエピソードを怖い話トークをさせていただきました。で、まあ、まだね、何本かアップするネタがね、<laughs> ありますので、結構いろんな経験してますので、えー、まあ次も聞きたいなって方は、まあ次にアップする動画をね、動画音声、楽しみにしておいていただけたら嬉しいなと思います。ということで、竹内でした。さようなら。